必ず、はい、日本のサッカーは世界に追いつける世界のトップに立てると思いますので。サッカー日本代表監督森保はじめ、7月の就任以来5試合負けなし、若手を大胆に起用する采配で一気にチーム改革を推し進めている。世界に追いつくこと、それは森保監督にとって悲願と言っても言い過ぎではない。センタリング要注意。さあディフェンスに入る。さあまた入った入った、同点同点同点になりました。ドーハの悲劇、そのピッチに彼はいた。あの時の悔しさを原動力に、今世界を目指している。森保監督のもと新たに歩み始めた日本代表、その戦略を探る。じゃあお願いします。よろしくお願いします。いつもお世話になります。 NHK の松野です。お世話になります。お願いします。よろしくお願いします。今日貴重な時間ありがとうございます。こちらこそ。お願いします。ありがとうございます。森保一監督、指導者として J1 を3回制覇、その実績を高く評価されて代表監督に就任した。代表監督になって5ヶ月ということになりましたけれども、どうでしょう、ここまでをまず振り返っていただいて、今どんなことを感じていらっしゃいますか。今私自身が代表の監督になって今どれぐらい経ったんだろうって考えたことなかったので、5ヶ月経ってると言われて、あっという間に本当に過ぎているという感じですね。経験がないことをやっているので、大変なことは大変ですけど、すごくやりがいがあることをやらせてもらってますし、楽しくすごく、仕事できてるなっていう感じです。ワールドカップロシア大会にコーチとして帯同し、その後代表監督になった森保はじめ、就任会見の場で一つの目標を掲げた。やはりこの世界、競争があると思いますし、見せれる選手、走れる選手、実力がある選手は、生き残っていく世界だというふうに思っております。世代交代はやっていかなければいけないと思いますが、私自身、年代間の融合をしっかり図りつつ、新しい日本代表を築き上げていきたいというふうに思っています。若手とベテランを融合させる。森保監督は初戦のコスタリカ戦からチーム改革を実行していく。24歳の中島翔也、23歳の南野拓実、20歳の堂安律、これまで代表経験の少なかった選手を先発に抜擢した。チャンスを与えられた若者たちは躍動する。積極果敢にゴールに迫った。後半21分、中島が起点になった。南野拓実の代表初ゴール。
若手の活躍によって森保監督は初陣を飾った。その後も若手の勢いは止まらなかった。ドリブルで仕掛け攻撃を活性化させた中島。正確なシュートも代表の新たな武器となった。堂安もまたドリブルで相手の脅威となり続けた。南野は3試合連続ゴール。高い決定力を発揮した。彼らの活躍はワールドカップを経験したベテランたちに刺激を与えていく。一番はやっぱりすごく若返ったかなと、こうやって新しい監督スタッフ新しい選手たちの下で、自分自身ももっともっと成長できるんじゃないかという期待もすごく大きいので、新しい選手若い選手からはすごくパワーを感じますし、ゴールに向かっていくっていう彼らの勢いっていうのは、僕からしても見習わなきゃいけないなと思うし、世界的にもね、その僕の年代でも代表の中心選手でプレーしている選手はいるので、みんなを引っ張っていく気持ちで、ピッチの中ではプレーしたいなっていうふうに、思ってますし、だからこそ、しっかり結果にこだわってプレーしたいなと思ってます。経験が浅い選手は私が代表の監督になってから、多くはなってきていると思いますが、彼らは海外でも結果を出している選手たちですし、経験の浅い若い選手が、活躍できているのはベテランの選手の、支えかなっていうふうに思いますね。若手とベテランの融合という形で選手たちが、意識して、やってくれてるなっていうふうには思います。若手を単に起用するだけでなく結果も出させている森保監督。日頃から選手にかけ続けている言葉がある。自分の良さをどんどん出せ。要求していることはチームのコンセプトっていうところはありますけど、大きく言うと個の良さを発揮するっていうところ、指導者として、選手が思い切って力をこう発揮できる環境を整えてあげるっていうことと、その選手の、いいところをまずは伸ばしてあげるっていうことをやっていきたいなと思います。もちろんこう欠点を改善する修正するっていうところも大切だと思いますけど、基本はいいところをこう伸ばしてあげて、かつやっぱやってることにこう楽しさや充実感をこう感じてやってもらえるように、こう思い切ってやってる、やらせてあげる環境づくりは自分自身していきたいなとは思ってますけど、選手たちが自分の良さを出したと森保監督が感じた試合がある。10月のウルグアイ戦、世界ランキング5位、堅い守備を誇る強豪との対戦だった。試合開始10分、中島からパスを受けた南野、正確なボールタッチでウルグアイディフェンスを翻弄した。
同点に追いつかれた後の36分、右サイドで堂安が仕掛ける。大迫が決めた2点目。森保監督はこのプレーを高く評価している。ここでゴールに向かっていくっていうプレーを選手には良さを発揮してほしいっていうことで、局面で堂安が相手が本当にこう止めに来てる中で局面を突破していくっていうところと、あとは堂安だけではなくて大迫が点を入れる前にここで中島がシュートを打ってると思いますけど、このシュートチャンスを逃さないっていう部分、はい、やっぱペナルティーボックスから、10メートル以内ぐらいであれば、世界のレベルであればそこは本当にシュートレンジだと思いますので、まあ、彼らはそこを実践してるっていうことは言えると思いますね。相手を恐れず自分の良さで勝負した堂安、一つ殻を破れた瞬間だった。世界のトップの人とこうマッチアップして、フィジカル面でもスピードのところでも負けてないなという感覚を自分は正直持ってたので、また新しい自分を見つけ出せた試合だったなと思います。森保監督に個の力を高く評価される選手がいる。川崎フロンターレの23歳、森田秀正。体の強さを生かした守備を武器とするボランチだ。今シーズンプロデビューしたばかりの森田を森保監督は日本代表に招集した。新しい代表の象徴としてこう我々見ている中で、一人ルーキーで年代別代表経験もなかった、はい、あのフロンターレの森田選手、はい、彼を抜擢したというのが、はい、どんなところを代表でパワーを出せると見て評価されたんでしょうか。そうですね、彼のいいところはまずいい守備ができるっていうところ、バランス感覚を持っていい守備ができる、はい、っていう部分と、守備的なポジションで、プレーしてもらうことは多いですけど、攻撃力が、はあ、守から攻へつなぐ、はあ、ディフェンスラインから、ボールを受けて前線につなぐ能力が高いなというふうに思ってます、はあ、攻撃力があります、はあ。年代別の代表にも招集されたことがなかった森田、最初は自分の居場所が見つからなかった。そんな時森保監督に言葉をかけられる。僕が、まあ、それこそチームに入った当初っていうのは、まだ馴染めてなかった部分もあるので、まあ、そういうコミュニケーションの部分とかも含めて、緊張してるのっていう言葉をかけてくれたりとかっていうのはすごいしてくれたので、まあ、そういうのがきっかけで会話になりましたし、まあ、それはすごいありがたい部分でした。森保監督の言葉で緊張から解放された森田、徐々に自分の色を出していった。森保監督の初陣となったコスタリカ戦、試合残り10分のところで森田が呼ばれる。最後締めてこいっていうふうに言われたんですけど、代表で初めてピッチに立った森田、持ち味の守備で相手の攻撃の目を断ち切る。
ゴール前ピンチの場面でも落ち着いて対応。代表デビュー戦で完封勝利に貢献した。11月のキルギス戦、森田は先発に抜擢される。チャンスをもらえたなっていうふうに思いましたし、ここを逃せば、まあ、これから呼ばれることはないんじゃないかなと思いました。なので、まあ、それがプレッシャーに感じることはなかったですけど、まあ、楽しみながら自分をしっかり出していこうというふうに思いました。初先発の重圧に屈することなく、森田は自分の良さを出していく。守備だけではなく、森保監督が期待する攻撃でも存在感を出していった。そして後半27分、相手のクリアに素早く反応する。森田はダイレクトパスで得点を演出した。プロデビューイヤーで代表へと駆け上がった森田。森保監督の教えを胸にさらなる成長を目指す。この部分で、自分がしっかりできることっていうのを出す、それがやっぱりチーム力にも上がることだと思いますし、これからの自分の、成長次第でもっとやれることが広がっていくと思うので、そういうのは貪欲にチャレンジしていけたらなと思います。選手の個の良さを引き出す一方で、森保監督は組織的な戦術もチームに植え付けてきた。いかに得点を奪うか、攻撃だけでなく守備の選手にも意識させてきたプレーがある。まあ、縦パスだったり、縦パスが入った時のこう連動性っていうのはすごい求められているので。森保監督のサッカー、はい、縦パスが一つドンと入る、はい、そこが何かすごくスイッチになっているという印象で我々も見てるんですけれども、はいはい、そこは今やはり代表の選手たちにもかなり求めているところでしょうか。そうですね、はい、攻撃の組み立ての中で縦パスを入れるというか、中をまず狙って攻撃しようっていうことは選手にも伝えてますし、トレーニングでも多くの時間を割いてやってます。できるだけゴールにこう向かっていけるような、まあ、そういう戦い方ができればなとは思ってますけど、はい、中央への速い縦パスで攻撃のスイッチを入れる。それを合図に選手が連動してゴールに迫る。これまでの戦いの中でも縦パスをきっかけにして数多くのチャンスを作ってきた。チーム全体に求めていることはバランスと距離感ですね、はい、縦パスを入れるにしてもディフェンスラインから前線の選手に距離が長ければ、もうその間ボールの移動時間、移動距離が長ければ相手に止められる可能性も高いですし、パスに出しての距離感というものをできるだけ縮めていく。縦パスで崩した理想の得点があった。
ウルグアイ戦の1点目だ。中島の縦パスから南野が決めたこのプレー。森保監督が評価するのは2人だけではなかった。最初のディフェンスラインのこうビルドアップの位置が高いので、まあ、前線の選手が次のプレーにこうしやすかったっていう。マヤが画面から消えてるところでボールを受けてたら、もうおそらくこのパスは容易には行ってないと思います。ディフェンスラインが押し上げたことで選手間の距離が短くなり、パスが通りやすい状況になった。ここから連動して崩していく。吉田が中島にパスを出したとき、大迫が左サイドに流れる。この動きによってゴール前にスペースが生まれた。そこを中島と南野がついた。まさにチームの連携で掴んだ得点だった。ボールが入った時にボールを受ける選手とその他の選手の3人目4人目、っていうところの選手が、まあ、距離感できるだけ近く、はい、まあ、お互いがこう見える距離でサポートするっていうことは連携連動の部分で、はい、いい攻撃をするという部分ではトレーニングの時から、はい、選手には求めています。流れを読んで、最善の選択をする、最良の決断をしていくっていうことを、選手にはやってもらいたいと思いますし、私自身もやっていきたいと思います。ここの良さを発揮する、はい、思い切ってプレーしてほしいっていうことと、あとは子だけではなくてチームとして連携連動して、相手を崩していけるようにという、はい、2つのことを言ってますけど、言葉で言うのは簡単ですけど両方でやっぱやっていくっていうのはそんな簡単ではないと思いますし、まあ、彼らはそこをこれまでの戦いの中で子で局面を突破するっていうことと、組織で連携連動して相手を崩していくっていうところをすごく賢く、はい、使い分けてくれてるなっていうふうに思ってます。個の良さを引き出しながら組織プレーもチームに植え付けている森保監督。もう一つ選手たちに要求してきたものがある。当たり前のことは当たり前に やるということ、はい、まあ、そこを大切にしていきたいなというふうに思います。まずチームとしての戦いの中で、勝つためにはゴールを奪って、はい、得点してゴールを守って失点しないようにするっていうことももちろんサッカーですけど、その前にボールの奪い合いだと思ってますので、そこでボールの奪い合いのところで、球際のところで戦って勝っていくということ、まあ、そういうこと戦うっていう部分と、やはり相手より走んないとサッカーなかなか勝てないと思いますので、走ること戦うこと、はい、ハードワークして、そして切り替えを早くして、相手より切り替えを早くしてイニシアチブを取っていくという部分はベースのところで、はい、大切にしてます。もっとね、気持ち見せて戦うっていうこと、相手 OK、
一人一人のところしっかりと戦わんと絶対勝てんよ。 OK、 なんとなく組織で勝てると思ったら大間違いよ。一人一人戦う、それで組織としてガッツリと協力し合って戦うっていうこと、みんなもっと戦おう、戦おう、戦おう。Jリーグ時代から戦うことを求めてきた森保監督、柔らかな表情の奥に強い闘志を秘めている。戦う姿勢を高く買って森保監督はある若手を抜擢した。センターバックの冨安健洋、身長188センチ、恵まれた体格を生かし相手の攻撃を食い止める。ベルギーのクラブでレギュラーを張る二十歳の逸材だ。監督もいつも言うように自分の良さを出すっていうところもあるんで、僕は守備のポジションですし、しっかりボールを奪うところっていうのは見せていきたいです。11月のベネズエラ戦、冨安が能力の高さを見せる。森保監督はこのプレーに戦う気持ちの強さを感じていた。多分あそこで予測してなかったりとか、足止めて、動きを止めていたら、あるいはもう間に合わないと思っていたら、多分あのプレーは思ってない、生まれてないですし、仮にゴールに失点になった、なってたかもしれないですけど、あそこをこう頑張って最後の一粘りで足を出してかき出すっていうプレーは、チームの中ですごく大切にしていきたいプレーを彼が表現してくれました。あれはゴールシーンだから、失点不正だからってというだけではなくて、それがフィールド内どこのポジションでも、ああいうこう粘り強い、最後まで諦めないっていう部分の、プレーをチーム全体ができれば、相手を上回っていくことができるような、はい、気はしますけど。熱い監督かなって思います。まあ試合前もそうですけど、日々のトレーニングの中で、気持ちとかっていう、そういうメンタルの部分の掛け声っていうのはすごいかけてくださいますし、それで選手たちも奮闘するというか、練習もこう雰囲気もいいですし、そういう熱さっていうのはすごい感じます。何でもフランクに話せるっていうか、監督さんの方から話してくれる、壁を作らないような、選手との距離が非常に近いですね。私の理想は、こうみんなが伸び伸びとやって、みんなの良さをこう出し合って、足りないところを補い合って、充実感、楽しさがあって、勝つ結果もついてくるみたいなことができるような指導者になればいい、なれればいいなと思いますけど、なかなか、難しいですけど
高校時代の森保監督、全国大会での実績はなく、注目される存在ではなかった。努力の末にプロ選手になった。泥臭く攻撃の芽を摘む、運動量豊富なボランチとして実績を残した。やがて代表にも選ばれる。その献身的な守備でチームを支える存在だった。私はサッカー選手としてプレーさせてもらっている中で、特別何かが秀でてるわけではなくて、止めて蹴るとか、まあ、判断を早くするとか、まあ、そこをベースの部分を大切にしてきて、なんていうんですかね、まあ、自分がこう出せる能力を常にこう最大のところをこう出していこうっていうところを考えながら、指導者に評価してもらって使ってもらえればという気持ちで、はい、やってたっていうところがありますね。プレーの一つで自分の中で印象に残っていることがあるんですけど、自分は守備的な選手で、相手からこう抜かれてこうギリギリピンチの場面で、もう本当こう最後の最後こうスライディングして、足先つま先で相手のシュートを止めて、ピンチを防ぐとか、タッチライン際、でボールが出そうな時に、そこをこう最後の一粘りでスライディングしてボールをインプレーに残したりとかするっていう時に拍手をもらったりとかしたっていうのが、試合の中でもすごくこう感じるところがあって、印象に残ってるっていうのはありますね。我々の試合をこう見てくださってる方は、本当こうプロとしてのこういろんなこうスーパーなプレーっていう特別なプレーは見たいというふうに思ってスタジアムに足を運んでいただいてると思うんですけど、なんかこう泥臭いというか、頑張る姿勢をなんかこう見に来てこう感じてもらえてるところもあるのかなっていうふうに思ってました。はい。粘り強く戦うことの大切さを思い知らされた試合がある。ワールドカップ初出場をかけて戦ったドーハでの最終予選。この後ですね、2番のディフェンス森保が行きます。そうですね、森保君いいですよね。そして長谷川が入ります。イラクとの最終戦、森保が入りました。体を張って戦い続けた。後ろから落ちたということでフリーキック日本ボール。しかし後半アディショナルタイム、センタリング要注意。さあディフェンスに入る、来た、また入った、入った、同点になりました。最後の最後で失点を食い止められなかった。試合は最後の最後まで何が起こるか分からないというところ、試合終了のホイッスルが鳴るまで、まあ、結果はどうなるか分からないというところ、気を引き締めて最後まで戦い抜くということは忘れてはいけないという思いはドーハの経験で、経験があったからこそ今常に考えられることですね。なので、はい、まあ、試合中に、まあ、リードしてもまあ最後まで本当こう勝って終わったっていう結果が出るまでは、はい、やっぱ気を緩め
ってはいけないと思いますし、まずは試合を終わるまでは自分たちがやり続けるっていうこと、戦い続けるっていうことを選手たちには実践してもらえればなというふうに思ってます。森保監督には日本代表を率いること以外にもう一つ大きな任務がある。東京オリンピックを戦う若い世代を金メダルに導くことだ。森保監督がその2つを兼任して監督という立場で日々戦ってらっしゃいますけれども、率直に大変なんだろうなという思いで見てるんですが、いかがですか。A代表と東京オリンピックチームを見させてもらう、兼任させてもらうっていうのはメリットでしかないと思ってます、はい、それは何のメリットかと言いますと、両方のチームの、全体のレベルアップをするという部分、はい、では間違いなく、メリットがすごく大きいですというよりもメリットでしかないと思ってます、はい、もうすでに、東京オリンピック世代の、チームには世代でいうと、A 代表に堂安、冨安入ってますし、はい、A 代表を経験した選手が、はい、また下の年代でプレーすることで、まあ、彼がそこで経験したことがまた下の年代で、まあ、いろんな伝わり方、はい、経験したことが伝わっていくという部分では、言葉で伝える、彼はプレーで伝えるということ、そして、まあ、彼の存在が他の、同世代の選手たちに刺激になって、俺たちもやれるって思って、くれればまたレベルアップにつながると、はい、いうふうに思ってます。これからどういう形で、A 代表とオリンピックチーム の行き来ができるか分かりませんけど、まあ、そういう、こう世代間 の融合ができるように、で日本全体 のレベルアップができるように、日本代表全体のレベルアップができるように、なればいいなと思いますし、必ずなると思います、はい。オリンピック世代を率いて臨んだ去年のアジア大会、若手を成長させる格好の舞台だった。ネパールとの初戦、開始早々の7分、日本は先制した。その後チームは停滞する。攻める意欲の感じられない消極的なプレーが目立った。勝ちはしたが内容は決して良くなかった。決勝トーナメント進出を決めて迎えた第3戦、前半3分、不用意なプレーで先制を許す。その後も主導権を握られた。相手の気迫に押され反撃することができなかった。ハーフタイム、森保監督が選手たちの前で怒りをあらわにする。ベトナム戦は試合を通しても完敗だったと思いますし、特に前半は相手にいいようにやられたという、はあ、まあ、戦い方だったと思います。でハーフタイムに私が言っ
ったことは戦術的にどうこうじゃないっていう、あのホワイトボードのこうマグネットを動かしてあそこがこうだここがこうだとかじゃない、球際のところでボールを奪い合う攻防の中で相手の体にも触れないような局面でのプレーをしていて勝てるわけがないっていうことは言いました。はい、まあ、ちょっと、はい、物は壊してないとは思いますけどドンと音が鳴るようなところは、はいはい、机を叩いて、はい、まあ、選手には伝えました。はい、決勝トーナメント1回戦、選手が変わり始める。球際で負けない、闘志のこもったプレーを攻守に見せた。その中でひときわアピールした選手がいた。途中出場でピッチに立ったフォワード上田綺世。試合終了間際、後半43分、体を張ってペナルティーキックを奪う。自らキッカーに志願した。決めた、上田が決めて日本先制。チームを勝利に導いた上田、森保監督の言葉でよみがえった選手だった。予選リーグ初戦、上田は先発で起用された。しかし期待された得点を奪うことができない。後半、上田はベンチに下げられる。そして試合後、森保監督に言葉をかけられた。チャンスを多く作る部分はやっぱり評価してるし、それでも信じてるから気にせず次も使い続けるし、そこは頑張ってほしいというふうに言われたのが、まあ、僕的にはすごい信用してもらえてるなっていうのは感じました。そう思ってもらえている以上は自分も結果残さなきゃいけないというのは思ったし、やっぱり次に向けてもうすぐ準備始めなきゃいけないなというのは思いました。準決勝、上田は途中交代でピッチに送り出される。両チーム無得点で迎えた後半33分のことだった。よっしゃー、上田来た、上田のシュート。チームを決勝に導くゴールを決めた。韓国との決勝、上田は先発を任される。延長にもつれ込む中、チームは立て続けに失点を喫した。それでも上田は諦めなかった。延長後半10分、大会3ゴール目を挙げた上田。東京オリンピックに向けて確かな成長を指揮官に示した。彼は先発から試合に出ても途中から試合に出場しても得
点を奪うっていう能力は非常に高いものを持っていますので、まあ、そこは彼の良さをチームの中でどう生かしていく行ったらいいのかっていうことは考えながらやってますし、まだまだ個人としては成長しなければいけない選手だと思いますけど、ボールを受ける技術感覚であったりっていうものはやはり他の選手には持ってないものを持ってる部分もありますので、まあ、そういうこう彼の良さというか特徴というものはこう引き出せるようにして、はい、もっともっと引き出せるようにしていきたいなと思います。今月日本代表はアジアカップに臨む。森保監督にとっては初の国際大会となる。どんな戦いを見据えているのだろうか。チームでの戦い方、そして個人の特徴ということはかなり研究して消しに来ると思いますので、対戦相手は、まあ、そこをどうやって相手を上回っていくかっていうことは本当こう容易ではないと思いますし、厳しい戦いになるということは覚悟しないといけないと思います。相手が引いて硬い守備から、まあ、そこからカウンターを仕掛けてくる、速攻を仕掛けてくるという戦いをしてくるかなっていうのはこう想像できるところかなというふうに思っています。で、まあ、その対策はもちろんしていかなければいけないですけど、まず自分たちが本当こういろんなこう戦い方をできる、相手をこう上回っていく戦いをできるっていうことの力をつけて、いければ、まあ、アジアであろうと世界であろうと、そこは違いはないのかなっていうふうに思っていますので、自分たちが何をできるかっていう、はい、ことは考えながらやっていければなと思います。タイトルを取れるように優勝を目指してまずは大会に臨むということを、はい、考えたいと思います。まあ、その中で、最大限7試合試合ができますので、一戦一戦勝利を目指して戦うことと、この大会だけで日本代表が終わるわけではないので、その先にこう成長につながるように、常にやっぱ成長こうできるようにということを考えながらやって いければなと思います。アジアカップという真剣勝負を通してチームをさらに成長させたい。その先に目指す高みが広がっている。ワールドカップに始める前の大会としてドーハの大会が予選がアジア予選があって、そこで本当にこう日本人は何をしたら世界に追いつけるのかっていうことを考えて、でいろんなプログラムが組まれて、まあ、そこでこうレベルアップをするっていう部分、本当にこう賢く考えて、そしてサッカー界みんなで力を合わせて、はい、まあ、日本人のその団結力といいますか、そういうこう支え合う力をこう持って急成長していると思います。将来的には必ず、はい、日本のサッカーは世界に追いつける、で世界にトップに立てると思いますので、はい、まあ、そこは今の自分にできることを、はい、しっかりとやって、また次につなげていきたいなと思いますけど、もちろん自分がやってる時に、はい、追いつくところまで夢見てやりたいと思いますけど、日本人の一人として、はい、日本のサッカーに携わる、ものの一人として、まあ、次の、日本のサッカーの発展には貢献していきたいなと思ってますけど。日本サッカーが世界に追いつく、その日を夢見て。
挑戦は続く。